ヤズドはイラン中央部、ヤズド州の州都、イランにおいて古い歴史を持つ都市の一つで、ゾロアスター教文化の中心地である、エスファハーンの南東、約 280km に位置する。人口は2005年の推計で433,836人、2006年で505,037人。世代を超えた砂漠環境への適応のため、ヤズドは建築学的にも、 独特の表情を持つ都市である。高品質の手工業品、特に絹織物と菓子で知られる。ヤズドは、キャビール砂漠とルート砂漠の交わるところ、シールクーフ山脈とハラーネグ山地の谷間にあるオアシス都市である。この地理的な位置から、ヤズドは時に、キャビールの橋と称される。ヤズドの標高は、海抜1203メートル、面積は約16000キロ平方メートルである。 地方行政区画によれば、ヤズド州は10軍から構成され、各軍は最低一つの市と複数の村からなる。これらの軍は、アバルクーフ、アルダガーン、バーフム、ハータム、メーボド、メフリーズ、タバス、サドゥーグ、タフト、ヤズドである。気候は全体として非常に乾燥し、夏に暑く、冬に寒い。気温の変動は特に夏から冬にかけて激しく。 また昼と夜との間でも著しく変動する。夏に最高気温摂氏40度と冬に最低気温、摂氏20度が記録されている。ヤズドの歴史は3000年の長きにわたり、当時ヤズドは、ヤスティスナイシイッサティスと呼ばれたメディアの時代まで遡る。しかしながら、今日の名、ヤズドは、サーサーン朝の統治者、ヤズデギルド一世に由来するもの、サーサーン長期、ヤズドは、 ゾロアスター教の明らかな中心地となっている。イランのイスラーム征服後、近隣各地のゾロアスター教徒は、ヤズドに逃れた。イスラーム統治下に入った後もジズヤを収めねば、ならなかったが、都市住民の大部分はゾロアスター教徒であって、イスラームがヤズドで優勢な宗教となるまで、非常に長い時間がかかっている。ヤズドは、遠隔の砂漠の地にあって攻めにくく、 大規模な戦闘とそれに伴う破壊や惨劇を免れてきた。例えば、チンギスハーンによるモンゴル帝国のイラン侵入にあたっては、ヤズドは他地域住民の避難地となっている。1272年にヤズドを訪れたマルコ・ポーロは、ヤズドの優れた絹織物産業に言及している。14世紀、ヤズドは短期間だがムザフファルアサの首都となっており、 1350-51年に、シャイフラブイスハーク地下の陰住長による行為を受けている。おそらくは、ヤズドで最も重要な建造物である、ヤズド集会モスクなどが建築されたのはこの時代のことである。18世紀以降、ガージャール・アーサシタのヤズドは、バフティアーリー族のハーンらの統治を受けた。ヤズドには砂漠型の伝統的ペルシア建築における、優れた例となる建物、 ヤズドはその気候により世界最大のカナートモを持ち、そのカナート職工の腕はイランで最も熟練したものとされた。また夏の著しい暑さのため、ヤズドの旧建築の多くは大きなバードギールと地下室を設けている。また、金棒の産地にある氷を蓄えるヤフチャールを備えるものも、ほぼ全体が日干しレンガで建築された都市としても世界最大規模である。 ゾロアスター教の文化遺産の中心地としても重要である。郊外には沈黙の塔、また市中にはアーティシュガーフを持つ。この神殿の日は、西暦470年から連綿として燃え続けているものである。現在、ゾロアスター教徒の人口は2万から4万、比率にして5%から10%で重要な少数派としての地位を占める。ヤズドに残るカナートは、 ペルシア式カナートの一部として2016年に世界遺産リストに登録された。続く2017年には都市の歴史地区そのものが世界遺産リストに登録された。登録基準、編集この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。歴史を通じて品質の高い木の織物と絨毯で知られたヤズドは今日、ラまた当期、 建築資材、また独自の菓子、宝飾などの産業があるが、人口の多くが雇用されている分野は、農業、落農業、金属、機械など、その他の産業分野である。成長中の情報技術産業に関連する企業も立地し、主にケーブルやコネクタなどの部品を製造している。イラン最大の光ファイバーメーカーもヤズド所在である。 ヤズドの菓子屋はイラン全土にそのファンを持ち観光資源ともなっている。職人の工場ではレシピは慎重に秘密のうちに隠され企業としても多くは数世代にわたる同族企業の形態を保っている。バグラバ、ゴターブ、パシュマクなどがヤズド菓子で特に人気がある。2000年ヤズド水博物館が開館した。当館は水に関わる歴史的書技術及び 貯水容器の展示を特徴としている。イ家、アミール・チャグマグ・モハンマド・レザー・アーレフ2001年から2005年まで、イラン副大統領モハンマド・アリー・ジャーファリー・イスラム、革命防衛隊司令官・ミールザー、モハンマド・ファッロヒー・ヤズギー詩人、政治家、サイード・モルタザビー・テ・ヘラン・ケンジ総長、モハンマド・アリー・サドゥーギー・モハンマド・ハータミー政権における、議会補佐、ハータミーの議定、 ヤズド集会モスクの礼拝同士、聖イエドメフディエッツアーバーディ科学者、発明家、モハンマド・ジャーファル・プーヤンデイラン反体制派、1998年に殺害、ファルハード・モルターズ・イランの社会活動家、モハンマド・アリー・リアーズ・イ・ヤズディ現代詩人、モシェ・カツァブ元イスラエル大統領、ヤズド出身、ヤズド大学は1988年の設立、 伝統的ペルシア芸術、建築に特化した建築学部を持つ、ヤズドの高等教育、研究機関は以下の通り、ありがとうございます。